こんにちは。川田です。大倉誠のアメリカ株式40年投資第70回になります。大倉さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、画面を共有いただいて、はい。スライドショー。最初から。最初から。はい。はい、大丈夫でしょうか、はい。はい。お願いします。はい えっと今日はですね、えー、っともう毎月、えー、最近やらせていただいている、えーっと、市場、マクロ動向の,のアップデートだとか、市場動向のアップデートとかの、えー、バージョンで、えー、お話ししたいと思います。でまああのまあ、従来から話しているみたいに、ですねあんまり細かい部分を突っ込んでやるんではなくて、まあ、最低限知っておきたい、あるいは最低限確認したい、えー、マクロ動向ということ形でお話ししていきたいと思います。 で、えっ、ー、と、今日も京都からお話ししています。投資はご自身の判断でお願いします。えー、と、いうことでですね、まず、あの、本当に、あの、 景気指標っていうのはすごくたくさんあるんですけれども、まあ、あの、細かくいっぱいいっぱい見るのは、まあ、エコノミストだとか、あるいはプロのファンドマネージャーとか、そういうことをするわけですけれども、えー、多くの方はそこまで、あの、ちょっとできないだろうということになるとですね、もう、どれを見ればいいんですかっていう話になると思うんですね。で、これだけは見ておきたいっていうのは、やはり、えーあ、あって、 そういうのあって、でこ、ここではそういったものを、えー、継続的に見たいなというふうに思っています。でまず最初に、えー、ISM の景況指数ですね。これは製造業指数と非製造業指数という2つの えー、シリーズがあって、指数があるんですね。で、あのー、それぞれについて、えーえー、ISM というところから出ているので、えー、皆さんも、えー、名前は聞いたことがあるかもしれません。で、まあ、その3月のデータですね、こちらを見ると、えー、製造業指数が前月の47.7から46.3に低下しています。 でこれは、えー、2022年11月以降でですね、えー、あすみません、あの去年の11月以降、5か月連続で、えー、縮小しているとい、えー、った形となっているんですけれども、3月は、えー、5月以来、えー、にあすみません、2020年の5月以来の、えー、低水準というふうになっています。 で、えー、今度、非製造業の方ですけども、こちらはですね、あのー、この製造業と比べると、えー、割と上の方で、えー、推移していたんですけれども、えー、足元でですね、どちらかというと、加工業、低下、 っていうか、て低調さが、えー、目に見えてきているということですね。で、えー、前月が55.1、こちらが51.2ということで、まあ、えー、拡大縮小の境目っていうのはちょうど50なんですけれども、拡大、そういう意味では拡大は続いているんですけれども、えー、企業や消費者の慎重姿勢が今強まってきているということで、まあ、製造業も非製造業もあんまりよろしくないような状況になりつつあるということです。うん で次に、えー、雇用統計、で3月分というのはです、ねまあ、今週というか、まあ今日出てくるわけなんですけれども、そういう意味で今、足元で出ているのは2月分ということですね、2月の数字は、えー、ちょっとミックスだったんですよね、で雇用者数は、えー、市場予想の20.5万人を上回って31.1万人ということだったんですけれども、一方で失業率が3.4から3.6へ上昇で、労働参加率が62.4から62.5へ上昇。まあ、これで こあのプラスだと思うんですけれども、まあ、ちょっと解釈しづらいのは、平均時給なんかはです、ね、プラス4.4から4.6円増加している、ただ市場予想を下回ったということで、これはポジティブに捉えられるみたいな形で、じゃあちょっとミックスな感じでした。でちょうど3月の ADP、ね・ AD P 民間雇用報告というのが出て、こちらの方は労働市場の緩和を示唆しています。えー、雇用指数が万人から、まあ、3月は14 3.5万人へ、えー、低下しているということで、予想の20.2万人を、えー、下回っていて、賃金上昇率も減速しているということなんですね、でこれらがある程度、先行性があるとすると、まあ、あの3月分というのも、あの雇用統計も少し緩んでくるんじゃないかというような期待が働くと思います。 でインフレの数字ですね、こちらはまあ前回もそういう、こういうお話してるんですけども、まああのえー、皆さんその、メディアで出てくるのは CPI とかコア CPI が高止まりしてるっていう部分ばっかり出てくるんですけれども、これはあの全体を。 なんて言うんでしょうね。あの、いろんな指数をちょうど、あの、俯瞰するような形で見た方が本当はいいんですね。えー、まあ、順番としては、輸入物価で生産者物価 PPI で消費者物価 CPI、それでコアの CPI の順番で、えー、動いて、通常動くんですけれども、今回もまさに、えー、そういう意味では順調に減速しているということですね。えー、コアの CPI の減速ペースは極めて緩やかであるのに対し、えー、輸入物価、 えー、こちらで見ていただくと、この端っこの方で、えーえーえー、ゼロ以下になっているところがあると思うんですけれども、うん、輸入物価はもう前年比ではです、ねえー、もうマイナス圏に入ってきてるんですね。で、あの過去の動きを見ても、本当に輸入物価とか PPI とかっていうのは、かなり大きく、あのー、こうやってうねるんですけれども、えー、CPI、特にコアの CPI っていうのは、 えー、それと比べていくと、もともと緩やかにしか動かないわけですよねで、それが水準が高いから早く落ちてきてほしいというのはあるんでしょうけども、まあ、普通に考えればです、ねあの、こんな感じでゆるゆるとしか多分落ちないと思うので、それを、えー、とフェドなり、あるいは投資家なりが受け入れるかどうかというふうな解釈になるんだと思いいますただ私個人ととししててては順調に減速してるんじゃないかなか思っています。 はい、であと、金融政策と FF 金利のです、ね、将来経路ということで、まあ、これも、えー、CME のフェドウォッチツールなんかを見ると、皆さん、毎日のようにこれ見ることができるんですけれども、まあ、フェドはです、ね、ピーク金利を5.0から5.25として、まあ、年内の利下げは想定しないというふうにまあ言ってるわけなんですけれども、まあ、市場はまあどちらかというと、これ以上の利下げはなくて、9月以降は、えーえ。利上げはなくてっていうね。利上げ ではなくてでですねはい、はい、で9月からは利下げに転じることを織り込んでいるわけですね。うん、まあ、ただ、このあたりでその、えー、5月が利上げするのかしないのかっていうのは日によって結構違っていて。うん、あの 先ほど見ると、ですね、えー、利上げの確率が 50. 点何パーセントで、まあちょ、ちょっとだけのそちらの方が高かったりしてるので、もう見るタイミングによってど、あんまりこれを深く議論しても仕方がないなというような感じではないのかなと思います。あの足元では結構きっ抗している感じですかね。うんまあ、そういう意味では、ですね、やっぱり気にしなきゃいけないのは、このフェドと市場は再び乖離している、特に年末のですね、 えー、その想定水準っていうのは、フェドは、えー、5. まあ、えー、利下げは年、ね、内しないって言ってるわけなので、5から5.25。それに対して、えー、市場が織り込んでるのは、えー、4から4.25ということがメインシナリオのはずなので、そうすると,と、えー、1ポイントも差があるということで、まあ、これはですね、結局、金融当局者の発言とか、FOMC のたびに、市場は、えー、それを消化しなきゃいけないっていう意味において、まあ、えー、市場と、えー、フェド、 中央銀行のコミュニケーションがまあうまくいってないというのか、食い違っているというのか、その状況に再度戻ってしまったというようなことではないでしょうか。で まあそういう意味では、もうマクロの動向のポイントっていうのは、えー、こういう形になると思います、製造業がえー引き続き難聴であるのに対して、非製造業でも慎重姿勢が強まってきている、インフレ水準は高いが着実に減速している、ただ、コア CPI の減速ペースは極めて緩やかであると。 ですね、で引き続き、えーまあ、雇用統計、えー、平均時給や、えー、労働参加率に、えー、注目、まあ、ここが、えー、緩んでこないとなかなかコアの CPI も落ちてこないだろうという意味において、えー、この雇用統計のこういう項目は非常に重要だと思います。 でえー、フェドは、まあ、インフレと金融不安の挟み撃ちにあっているということですね。で、あの金融不安は足元で、まあ、だ,だ,だいぶ後退したかのように見えますけれども、まあ、これはなかなかもう本質的にクリアしましたというような状況ではないんだと思うんですよね。で、まあ、そういう意味で、えー、フェドの舵取りはますます難しくなるということなんですけれども、まあ、逆にこの金融不安、あるいはここからのです、ねえー、規制強化というのは、えー、金融引き締め効果があるので、フェドとしては、 えー、その積極的にもっともっと上げましょう利上げしましょうというような感じではもうなくなるということでしょうか。で、えーまあえー、政策金利の先行きについては先、先ほどのページでお話したように、フェドと市場は再び乖離しているということなので、まあえー、FOMC とかですね、あるいは金融当局者、特にタカ派の、えー、交換の発言があると、まあ、市場はどう,どうしてもブレる可能性はあると、そういったことを、えー、マクロの観点では、えー、心に留めておく必要があるんじゃないかな。 なというふうに思います、うん。はい。以上ですかね。あのもう一枚、はい、この景気交代あそうですね。あの景気交代ですね。はい、あの。えー 景気交代について、ちょっと皆さんい、いつになったら景気交代するんだっていうようなこともあると思うので、少しあの景気交代の定義も含めてお話ししておくと、はいはい、あこれ、河田さんの朝会なんかでもよくおっしゃってるんですけども、景気交代の判断っていうのは、NBER ・全米経済研究所っていうところがあって、ですねそこが行うんですね。で、これは、事、え、後、ー、的に行うので、えー い今日まさに、えー、景気後退に入りますとか、そんな話では全くない、ね、<laughs> で、景気後退の定義というのは、えー、経済全体に広がり、数か月以上続く経済活動の著しい低下、まあ、これは、えー、項,目項目というか、観点というんですかね、としては、深さ広がり期間に注目して、えー、NBER が行うということですね。であのもちろんそのじ実際に見るし 指標としては雇用の数字とか、あるいは実質、えー、個人所得とかですね、まあ、いろいろあるわけですけれども、あのー、分かりやすい、これ,でもこれはあるだろうなっていうのを私が挙げるとすると、やはりあの意味のある失業率の上昇が観測されるっていうことじゃないかと思うんですよね。こここののの図はですね、えー、っとこの赤の線が えー、失業率で青の線が OECD の、まあ、これはアメリカのですね、えーえーけけまあ、先行指数というんですかあのリーディングインディケーターなんですがこれを合わせていますんであのこのアミグ,あーグレーでがかかっているのがしつ、えー、景気後退期なんですね,いいですねこれをると必ずその失業率っていうのは結構上がっているわけです日々のあ月々のフラクチュエーションではなくてあのトレンドとして明らかに上がってますねっていうところだ これがまだ来てないので、えーまあ、NBR もです、ねえー、まだ景気後退だとは言わないし、えーまあ、実際それが観測されてあった後なのでいい加減この失業率が上がった後に な何月から景気後退に入りましたよねみたいな、そんな話にきっとなってくると思うので、うん、えとそういった意味では、ですねあんまりその、えー、こういう概念だけにですね、あのー、心をですね奪われて、あるいはそういうドラマティックな、こういう失業率がどんと上がる展開みたいなことを、えー、考えながら相場をやらない方がいい,のいいんじゃないかなというふうに私なんかは思いますはい分かりました。 今日は大倉さんに、まあ、あの最近、月初にですね、マクロのところアップデートしていただいてますんで、えー、いろんなたくさん指標がありますけど、その中で特に注意すべきことを、マクロの指標を教えていただきました。大倉さんど、はい、どうもありがとうございました。どううもありがとございい、まましした。は皆さん失礼します。